はい、じゃあ今回も、えー、俺たちの大好きな SD ガンダム第6弾から10弾までのキット紹介説明動画をあげようと思います<ッ>えー、今日も代表の高見と抹茶匠ですじゃあこの2人で、えー、紹介しようと思いますじゃあキットの説明しますね第6弾、えー、ナイトサザビー これは自分が作りましたタイムは27分24秒、えー、7番ガンダムアストレイレッドフレーム24分48秒これも自分が作りました、はい、第8弾ゴーハガンダム11分44秒これも自分です第9弾石流ガンダム25分35秒これも自分ですさあ <laughs> 第10弾 武者ガーベラガンダムこれだけはまさかの牧場ありませんを S くん<お>が作ってくれました24分12秒あれ今回はいいです、ねえー、今回はちょうどあの一、ー、回動画を撮ってあ動画ってこうやってやるんだっていうので今どうやってやるのがベストかなみたいなの研究するために僕が連発で作ってたのであってあのー まあ本来は他の人たちにも出てもらおうと思ってるんで、まあ、徐々に僕の出る回数は減るかなとは思ってるんですけど、まあ、当面は僕が多分多いかなという感じです。ねこの中での、まあ、思い出といえば、えー、この9段の石龍ガンダム、これ抹茶塩さんのキットです。いや、なかなかあのお古いキットでしたけど、<laughs> いつの時代のキットでした、これ。当時物ですね。あえ当時物といえば、僕が小学生とかの当時物 のそ,うそうそう、僕、あの、現役、えー、っと、分かる方には分かるかな、えー、地上最強編なので、ああはい、<laughs> レッドウォリアですよ、レッドウォリア、皆さん、ご存知ですかああわかりますよ。え、これ何、当時物をよく残してたの作らずに。いつ買ったか覚えてません。ああはい。まあでも、赤箱だったんで、だいぶ昔ですね。<laughs> です。 えー、ナイトサザビーは大川さんで買いましたけど、これだけ角を折ってしまったっていうのが、ちょっと僕の中での心残りでしたけど、まあ、それ以外は残り、一応今のところ、ゴーハガンダムもベストタイムを出して、いやすごい、なんだろうね、簡単なキットでしたね、このゴーハガンダム。この時の組みやすいですよね、天性侵入し僕はもう、その時はあはちょっと SD ガンダム卒業してた組なんで、まあ、ちょっと知らなかったんですけど、すごいな,なんでしょうね。 なんだこの簡単なキットってぐらい簡単でしたよ。GG <laughs> ネシリーズのねっぽい構造してるっていうのがあって結構組みやすいですおすすめですよ皆さん。えー、ま売、あ、ってないですけどね。<laughs> ねまあ、なぜで基本的にあの僕らできる限り赤箱で作るっていう謎の縛りでやっているんで、うん、もうそろそろ赤箱のキットがなくなってきたんで、まあまあ、青バンダイのキットにはなっていくと思うんですけど今後どうですかなんか他のキットとかでなんかこのシリーズ作りたいとかあります シリーズシリーズとかなんか今後何か作ろうと思ってるキットとかありますそうですねぶっちゃけた話まだちょっと積んでるんで <laughs> あのー、また動画で皆さんにご覧いただきたいなと思いますもうちょっとこのまあ今回もね前回に引き続きあの <laughs> ちょっとマイナーなので <laughs> レッドフレームぐらいしかちょっと有名どころがないのでえそうですね皆さんガーベラ知ってますガーベラムジャガーベラですこれシャアが乗ってるのにびっくりしましたねそう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  赤の武士でですそういうい意味でシャーが乗るまあロランが主人公でしたけど僕はこの時点ではもうその辺作ってなかったんで当時ものねいや僕は全くわからないんですけどまあ逆にこの年になってこういう作る機会ができたっていうのはなんかありがたいのかなと思って今動画やらせてもらってますけどまあ 今後も10次はあと10から15段の説明になるのかな11か,らあ ?11 から15段。15あ11から15段の説明になるのかなをやろうとは思っているので、皆さん、あのこんな噛んだりあの言葉間違えますけど、皆さん、動画お付き合いください。じゃあ、今回の動画の出演は僕、代表の高見と。えー 多分ガンダム好きなんだと思いますマッチャジオでしたいやこの人大好きですよ <laughs> じゃあ次回もよろしくお願いします,ししま,すまたねバイバイありがとう